し、行ってみよう。はい、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。12月ですよ。はい、もう寒いです。私耐えられません。ね、はい、なんかさ、夏んと暑くて、今年秋も暑くて、なかなか寒くなんねえなとか言ってたのが、ギュンといきなり来ましたんで、寒いということで今日はですね、こんなになっておりますが、はい、まあ12月です。あと1ヶ月ね、皆さんね、いろいろと忙しいと思いますけどもね、車のことは困ってることないですかと、やっぱり相談できるところさあれば皆さんも安心だと思うのでね、ビンズさん何でもね相談乗ってくださいって言っちゃってくださいとお待ちしております。はい、はい、ね、まあ今ほら表がねセリアさんになったことによってね、あら、ここに今まであんま来なかったっていう人来てるような気するんですよ。結構多いですというか、もう本当毎日、満車です。駐車場ね、止めづらくてさもうこっちはマックユニクロ側から来るのとさ、マルホンの方がぐんぐんって来てさ、はい、あそこはね、あとね、雪積もった時本当大変な駐車場になるわかるでしょ。そう、わかります。もう本当に夜行堂の、夜行だったと、夜行堂だったと、入り口の前が半端なピカピカに凍んだな、テッカテカですか、ね、あれ負けの恐ろしいシーズンなんですけど、なんか溶けないんじゃないですかね。溶けないんですよね、一個も日当たらないでしょうね、多分ね、ということで、今年ね、そのセリアさんによってなんかね、ちょっとバーッと雰囲気変わってきたなっていうのがあります。だから今までね、夜行堂さんだった時に来てるお客さんと変わってきてるから、そうですね、もうビズさんはチャンスだなと思って、私もチャンスだなと思うんですけど、真ん前だからさ。そうなんですだからここはね、一応ね、これセリアの応援をすればビーンズさんに波及効果が出るんじゃないかなと思ってるんですよあのセリアさ、ちょっと巨大だよね。大きいですね。この辺だと、まあ、確かにイオンのダイソーがでかいでかいって思ってたけど、ちょっと超えてんじゃねえ。超えてると思います、ね、超えてます、超えてますというね、まあ、巨大百均の全部の品物を置いてんじゃねえっていうのこんな規模なのというふうに思います、はい。そんで、まあ、百均もちょこちょこ来て、それから車も見て、ね、レンタカーも見ていうような風に話、セリアさんに乗っかろうと思ってました。いいんですよ。ユニクロだってね、今なんかフリースとか買いに来るでしょ。そうですね。なんか今やってるっぽいですもんね。だから、まあ、マクドナルド、ユニクロ、セリア、マルホン、カーボリ、ほんであとラーメンだ。最高ですね。土地的にはもう揃ってますもんね。そうだ。吉野家、ABC。そうですね。美容室もありますし。あ、パチンコもあるしね。パチンコもありますし。結構土地的にはいい感じですね。だからね、本当ビーンズさんって20年くらい、ですね。2001年、だね。ちょっと22年だ。2001年から、最初ってもっとちっちゃかったですもん。いいですね。さきさんはそっか、スタートの時ってまだ子供。そうです20年前。そうです、20年前なんで、まあ、中学生、学生ぐらいですか。ですかね、そうですね、そのくらいですね、そうだよな、そう言ったら俺も若かったな、その頃は30代だったな、それで、まあ、当時ね、本当に、今及川社長とかさ、それから高橋店長とかさ、あとは大石くんとか、みんなヤングで、でしょうね、まだ若いですよね。だって我々が若いんですから、若いですよ。本当ね、昔話はね、ここで言っちゃまずいのもあるんだけど、いや本当に高橋店長、あっくんなんかロン毛だったんだよね。なりビューンって。本当にね、まあ、スタートの時からみんな頑張ってね、20年で、素晴らしい会社になったなって、なんつうんだろうな、ちょっと年上で応援をしなければいけないななんていうふうにね、20年も思ってると、逆今この後藤を応援してもらってるふうに、ね、なってるんで、本当助かってます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。まあ街並みではね、毎月レンタカーを借りて本をねバーッと配ってこなきゃいけないんでね、毎月借りてるんですけど、
はい、12月号、はい、あ、ありがとうございます。12月号、はい、今回かわいいですね。かわいい、ね、スパイファミリーですね、はい、アーニャですね、はい、ね、冒頭こういうの配ってるんですよね。ロリコンっぽい疑惑とか出てくるでも今流行ってますからね。そうなんですよ、はい、あのさ、最近ってさ、なんかこのかわいい系みたいなのはなんかキモとかって言われるオタクの世界じゃなくなってるよね、うん、全然関係ないと思います。そうなの、かわいいのはかわいくていいんです、うんうん、っていうくらい、はい、あのファンですってみんな言うでしょ。言います、ね、はい、ということで今回はスパイファミリー、はい、そんでここ産業高校の高校2年生、うん、ね、いいですね、まあ、野球部マネージャー、へー、かわいいかわいいでしょ、うん、かわいいですね。21歳ぐらい見えるでしょ。え、見えますね。高校生に見えない、うん、高校2年生、え、うん、まつりちゃん、かわいい。ほんで隣が、俺東京行ってきたんですよ、これ ね、 え、まあ、ね、うん、東京タワーのすぐ横で、はいはい、ね、日本で一番すごい応援するイベントがあったんですよ。うん、俺ね、これ最近知ってすぐに東京行ったんだけど、結局ね、あの高校行ったり、ロジホーム行ったり、中学行ったりしてるうちに、うん、おー、部活頑張ってるなとか、勉強頑張れよとかって言ってたら、みんなさ、頑張りますって応援すると喜ぶじゃないですか。はいはい、そうです、ね、そう。で、それを正月からずっと1000本動画撮ってきたらば、はっと気づいた、1000本目の時に、うん、応援すると、応援した俺が元気になるってことですよ。うん、うん、自分が何にも気づかないで、みんな頑張って頑張ってって言ってやれてたら、うん、実はこのおっさんが一番元気もらったなっていうことに気がついて、んで検索してたのね、このチアガールのお姉ちゃんっているでしょ、はいはいはい、14人ここにバーッと並んでるんですけどね、はい、この人たちママなの。えそうなんですか。うん、もうね、そのママだったりビジネスウーマンでバリバリやってる人たちが、はいはいはい、なんと東京の駅前で朝サラリーマンに向かってチアダンスしながら頑張ってください今日も応援してますっていう、ママさん活動を14年もやってる。えすごくね俺上には上がいるなと思って、すごいですね、うん、でね、毎週火水木金って4日間やってる。え、そんなに、うん、ほんでその朝チアって言うんだけど、はいはい、いきなりサラリーマンが通る駅前に行って応援してます今日も頑張ってください、今目がそうな人絶対明日はいいことありますとかって叫びまくって踊るの。へー、ほんでその火水木金ってやってずっと数えてきたら1400人。いや、びっくりして、でその人たちがこの東京タワーの立派なここのね、はいはい、パーティー会場で、うん、日本から何かを応援しますっていう人がその応援のねプレゼン発表をする会を作ったんですよ。それのイベントなんです。そう、でそれに行ってきたっていうのを、そこで動画も撮ってきたんで、俺がね1年間こうやってきたのがこういう人たちとなんかつながったなと思って、うんうんうん、あ、北斎って言ったら変だけどね、日本応援協会って言うんですよ。うん、だからあのどうしてこれを14年前に始めたんですかって言ったらね、その初代のチアダンスが